さあ、ラジオ同僚忘れろさん、こんばんは。横浜武道館大会を終えてまた横浜に帰ってくることになりました。ありがとうございます。先ほど登場された舞台ですが、現在ちょっとラジオの番組が、悪い空気がありまして、ちょっとジェイ君がちょっと距離を置かれている感じになってしまっておりますけども。そうなんですか。これはね、我々も、どういうか打破して、そうです、またね、みんながガッツリと、はい、家族でいけるように、やっていきたいわけです。はい、ね、まあ、横浜言うたら武道館から始まった長いも、ね、はい、悪い流れかもしれませんね。はい、これ横浜で、また今日、メインでそうね、はい、やるし、せめて俺たちもやるし、明日からは例年パラも始まるし、今日も皆さん、最後まで素晴らしい盛り上がりをよろしくお願いいたします。おい、ナチュラルバイブス、おめえら誰の許可を得て俺の地元へベラ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 つまらねえ話してんだもんね、野郎。許可なんていらねえだろうが。おい横浜、俺の地元横浜、あっちゃまら、俺たち、ジーブラッツがトライアングルゲート王者として帰ってきてやったぞ。拍手しろ、感謝しろ。おい、そこのブス、ハゲ、デブ、お前らもっと手叩け、こら。お前らよく見るとよ、俺曲がりなりにも横浜出身だっていう壊れた機械のストロングマシンチームがいねえじゃねえかよ。おどうなっちまったんだよ、おめえらよ、おどこ行ったんだよ。お前らに嫌気させたんじゃねえよ。大丈夫か、お前ら。大丈夫だよ。ダメだろ、どう見ても。お前も、お前ら存在価値ねえんじゃねえの。お前も変わんねえぞ、そんな。はぁ、お前らのくだらねえ絆のやらガタガタなんじゃねえの。大丈夫か。大丈夫だよ。無理だな。今日のセミファイナルで KG、UT、ジャッキー、お前らと当たるな。そのくだらねえ絆とやらをもっとガッタンガッタンにしてやるからな。覚悟してきな。それとだ、今日のメインイベントだ。なんでこの俺が入ってねえんだよ。なんでそこの豚、てめえだ、豚、豚、豚、てめえがなんで入ってんだ、この野郎。おい、ストロングマシンチェイト、てめえら顔じゃねえんだ、この野郎。ふざけんじゃねえ、この野郎。おい、顔なのか、おい、そこのブス。あ、顔じゃねえだろ、こんなやつ。顔ですよね。顔じゃねえ。顔ですよね。こんな豚の顔が顔じゃねえよ。ふざけんじゃねえ、この野郎。どこがイケメンか、お前の目大丈夫か。ちゃんと眼鏡作れ、コンタクトレンズ作れ、ブス。でもね、おい、今日のメインイベント、俺たちジーブラッツがむちゃくちゃにしちゃっても面白いかなって思ってるからよ、横浜、楽しみにしとけよ。バイバイ。ああ、素晴らしいディベンション、ありがとうございます。アンケート横浜の皆さんの応援の素晴らしさ、ひしひしと感じております。ありがとうございます。さあ、テンション上がってますよ。後半戦もそのまま皆さん盛り上がっていきますよね。チェイの対戦を盛り上げてくれましたね。はいはいはい、チェイのよろしくどうぞってくれ。そんな後半戦、はい、今日は
もしかして。やってないんですよ。やってないの。はい。GM が言うにはやってないんで。なるほど。だから、俺らでやってくれって言うんだよ。お、皆さん。だからこれ結構大変。あれを、この試合でやっちゃっていいですか、あれを。いきますよ。さあ、GM の前の人。それではいきますよ。では今後叩きたい元気のいいちびっこ大きい声で手を挙げてください。彼女迎えに行って
先生どうもやろうぜ俺の地元だ、先生どうぞやろうぜどうですか、お前らもそう思うだろう。No, no, no. Yeah.
ら黙っとけよ、おら。お前ら俺の地元で調子に乗るからこんなことなんだよ。お前らもガタガタだな。タックリーグもレイデパレハス辞退した方がいいんじゃねえの。どうせお前ら優勝ねえし、優勝するのはもちろんカイギアニーバレッタ対シュン・スカイウォーカー維新の勝者だ。うん、どちらにしてもな、レイデパレハスはな、Gブラッツのものだっていうことだよ。分かってか、お前ら。バイバーイ。ミノル！ヤマト！ミノル！ヤマト！ミノル！ヤマト！ミノル！
Thank you.
鏡もダメだよ。俺が決めるぞ。おい、みんな、
確実に刻んでやります。
カール清水どうした取り乱しました。失礼しました。もういいです。ありがとうございました。それだけかよおい。帰るんじゃお前ら。帰らんぞ。帰らんぞ。帰こっちや。帰らんぞこっちや。どうやってあんのかよ。ジャネーディパラス明日から開幕します。でもね、僕ら開幕戦はないんですけども、事前の日にち大会でこういったのと当たるんですよ。おお3月9日の日にちではよ、おお前らに連絡をさせてくれるんだ。おおお前ら2人俺とそのマシンジェイがぶっ倒したから仲良くしとけだそうです。皆さん分かりましたか。はい、皆さん分かっております。皆さんと同じ意見です。私はビッグアルシミス、ビッグボスには興味などありません。私が興味あるのはやはり令和新世代である。そのくらい信じて皆さんどうでしょうか。相変わらずものすげえ空気にしてバトンタッチしてくれちゃう。まあ、今日のところは、まあ、同じチームとして戦ってくれて盛り上げてくれてありがとうございました。まあ、何人か言った通り、明日からレイレパレアスというドラゴンゲートのタッグリーグが始まります。長いリーグ戦ですが、しっかりとここ乗り越えて今はもう、まあナチュラルバイブスというユニットで、結果を残すことしかとにかく考えてないので、まあ、そこはとにかくクリアして優勝して、そこからのことはまだ考えたいと思います。まあ、それから、まあ次の、ね、シリーズなりリーグ戦なり、まあ、始まってこうやってゆっくり話す機会もどんどん個人的にはなくなってくると思うんで、まあ、改めて、横浜大会今日はご来場ありがとうございました。いつも本当にサポートをしてくださる方、グッズ買ってくださる方、それからね会場を華やかに、ね、お花とか送っていただいたり、そういう方々にすごく支えられています。まあ、横浜帰ってくるたび、まあ、自分のことをいろいろ考え直したり、まあ、これからどのように進んでいこうとか、こう考え直すいいタイミングにもなるんで、まあ明日から本当に気持ち切り替えてタッグリーグ勝つこと、それだけ優勝すること、それだけを考えて進んでいきたいと思います。まあ、今後どうなるか、まあ、自分には分からないし、皆さんも楽しみにしてくださると思うんですけど、とにかく優勝勝ちにこだわって進み続けます。皆さんはそのまま今日の温かい声援を明日の後楽園から続けて僕たちを送ってください。今日どうもありがとうございました。